はい、どうぞ。代表の NHK です、はい、臨時国会が会期末の、はい、土曜日も審議を行うという、ね、まあ、異例の対応を取られる中、はい、閉会となりました、はい、振り返られて改めて受け止めをお願いいたします。はい、臨時国会で会期は短い設定でありましたけれども、最初は議論ができない期間もありました。また補正予算が途中から審議されるということもありました。また閣僚が3人辞任するという極めて異例の事態もありました。そういう中でやはりこの総合経済対策を作り、今の物価高に対応する国民生活を守るための措置、これを補正予算の裏付けをもって作り上げたということが一番重要な内容だったと思います。また感染症法等の改正案についてはもう3年余りのこのコロナの感染状況、これまでの教訓を生かしての医療体制を整備し直す、そういう法律を作ったということも極めて重要なことだったと思います。さらには国民の関心が最も高かったといえる、いわゆる旧統一教会の寄付に端を発する課題、これについては被害を防止する、そして救済する、そういう極めて社会的に許されない寄付の勧誘行為を禁止をして罰則を課す、そういう措置も設けてこうした被害防止救済法を作ったということ、ここがまた今回の一つの特徴であったと思います。この法律についてはやはり与野党が党派の利害を超えてですね、さまざまなアイデアを出し、そして議論を尽くし、最終的には閣法で出す、つまり政府提出の法案で出すことによって憲法や法体系全体の整合性を保った上で、その与野党の知恵と議論の成果を生かしたと、そして幅広い合意を作って成立に至らしめたと、まあ、この努力というものはまさに立法府ならではの合意形成のあり方だと、一つのあり方だとこう思います。そうしたことをもってこの会期末最後まで休日である土曜日も活用して有国に法案の成立に至るというこの努力を生かすために、今後この運用実施の過程で実効性を確保していくと、そしてまたそれを見届けながら必要であれば次の見直しの機会も生かすということが大切だと思います。旧統一教会のこの寄付をめぐって、課題が議論されましたけれども、できた法律は寄付一般を規制する内容でありますから、NPO 法人など学校法人あるいは宗教法人など幅広く寄付をもとにして活動をしている、そういう健全な団体も多いわけでありまして、そうしたところに萎縮するような効果をもたらさないような配慮ということも一方で重要だと思います。まさにそうした団体こそこの日本の民主主義社会を豊かで幅の広いものにしていく、そうした活動をしていくわけですから、健全な寄付行為を寄付文化を育てていくということも一方で大事なことだと、まあ、それを気づかされた国会でもあったとこのように思います。いずれにしてもこうした短期集中の中身の濃い国会だったとこう思いますので、これからにいい意味で生かしていきたいと思っています。はい、今ちょっと触れられましたけれども、はい、その不当寄付勧誘の防止法ですけれども、はい、まあ、与野党で協議を重ねて野党の意見も反映させていく経緯もあったかと思いまして、はい、まあ、実行力というお話もありましたが、はい、改めてこう成立を踏まえてどのように活用されていくと、公明党としてこの今後に向けてどのようにやはりこの社会的に許されない寄付の勧誘行為を罰則、最終的には罰則で禁止する、そしてまた違法なものを取り消すという道具、法的な手段を作ったわけですから、これが生かされて被害は救済すると
そしてまた新たな被害を生じないようにこれを抑止する、防止すると、そういう効果が出るように、関係者がこぞって努力するということが大事だと、このように思います。そしてまたその過程をよくよく見届けていくということが次へつながると、このようにも思っています。先ほども触れられましたが、まあ、三大臣が辞任されるという事態もあったかと思いますが、はい、その点含めて政府与党としてですね、今後に向けてはいかがでしょうか。はい、まあ、非国民の信頼を破るような、損なうような行動、言動があったことは現に戒めなければならないと思いますし、それを実感をして辞任に至ったわけであります。こうしたことはやっぱり任命権者である岸田総理大臣も自らの責任ということを痛感しながらですね、後任者を選び、そしてまた内閣の運営について厳しく努力してきたと、このように思います。今後こうした国民の不信を買うようなことが起きないように最大限の努力をしていただきたいと望みますし、また与党側としてはこの岸田内閣を国民のために支えるとともに厳しくチェックをするという役割も大事だと思います。厳しく励ます、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。来年の通常国会に向けてどのように課題は山積しているかと思うんですが、どのように取り組まれるかと思います。はい、来年の通常国会はおそらくは例年よりは少し早く始まるのではないかと思います。統一地方選挙が間に入っておりますので、この国と地方がですね、いかに連携をして、その地方の課題、それぞれの課題を解決していくかと、まあ、そうした政治全体の総合力ということも問われる国会になるのではないかと思います。ウクライナの問題が今なお続いておりますし、また核兵器をめぐって今日明日と広島で国際賢人会議を岸田総理主催で開催をしております。この成果を G7 の首脳会合、ここで日本が議長国でありますから、首脳会議がゴールデンウィークの直後に行われると思いますけれども、その他の閣僚会議も通じてこの日本のリーダーシップ、国際社会におけるこの秩序を立て直す、また統合へ向けての役割を果たす、そしてこの秩序を破壊するような動きを阻止していくと、こうした点で岸田内閣のリーダーシップを遺憾なく発揮してもらいたいと思います。与党としてもそれを支えるような行動を取ってまいりたいと思います。ありがとうございます。各社さんいかがでしょうか。はい、どうぞ。朝日新聞の野々です。はい、安全保障関連3文書についてお聞きします。はいはい、今日もですね、実務者の方たちが5時間6時間協議を続けています。はい、一方で残っている課題として、いわゆる防衛、新たな防衛戦略の中でですね、その中国をめぐる記述についてまだ開きがあるようですけれども、来週の閣議決定に向けてその公明党としてですね、このその取りまとめに対してどのような役割を果たしていくべきか、その代表のお考えがあればお聞きできますでしょうか。これまで、大きな総理の示した方針の下で、与党としては2つの協議機関を作って実務者レベル、またハイレベルで協議をしながらさまざまな論議を進めてまいりました。最終的にこれを3つの文書、これは一括して決めるということになっております。また防衛費についても5年間で43兆円という目安を作り、これを上限として積み上げるという目安を作りまして、今財源措置も総理の示した方針のもとに税調で議論が始まったところであります。まあ、こうしたことを議論を尽くして、国民の理解を得られるように、していくと、分かりやすくしていくということが重要だと思いますし、日本の防衛力全体が外交も含めて、この紛争を防止する
そして対話によって物事を解決する。しかしその対話を進めるにあたっては、やはり抑止力の裏付けを持って、その不足による紛争の不安定を招かないような、そういう基礎を作った上での取り組みが重要だと思いますので、国内外の信頼を作れるような取り組みを最後の仕上げの中でバランスをとって行うべきだと思います。特に戦略のところは、国のあらゆる資源、つまり防衛力だけではなくてですね、科学技術や経済や外交すべてを織り込んで、この安全保障の戦略を描いていくということになりますから、これが日本の進み方を国際社会に示す重要なものとなりますので、いたずらにこの不信を買うようなことではなくて、力強い安定性と、そしてまた建設的なこの前へ進む力、こういうものをしっかりと示していくことが大切だと思っています。すいません、毎日新聞の畠山です。はい、話題変わりますが、一部報道で出ている、月内の韓国の訪問、またユン大統領との会談、年明けの、中国の訪問、もし現在の調整状況があれば教えてください。まあ、かねてから訪韓訪中の機会があれば実現したいと。これは政党間の交流を通じて、国と国との関係を改善していこう、前進させていこうと、まあ、こういう目標で、チャンスを模索しておりますが、これは相手のあることでありますので、今何か確定的な日程が決まっているということではありません。まあ、国会開会中はなかなか難しいので、この閉会になりましたので、来国会までの間にチャンスが生まれればいいなと期待はしておりますけれども、引き続き努力していきたいと思っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。